道路交通情報は篠崎さんでした。レディオイルミネートがお届けするフィールエクスプレス、さてここからは流行に流されず今心に響いている人や物をご紹介するフィールグッドのコーナーです。案内人はバルミューダザポットの購入をどうしようかなって焦っているところに、トランキーロ焦んなよと気持ちを落ち着かせている MC 鳥です。よろしくお願いいたします。はい、まあ、ご存知の方いらっしゃるかもしれないんですけれども、バルミューダというですねメーカーさんがありまして、こちらがですね電気ケトルをですね新発売したんですけれども、まあおしゃれなわけでございます。はい、で今回ねご紹介する商品ともちょっと関連づいているので、この購入どうしようかなと迷ってるんですね。まあでもね、このおしゃれな電気ケトルでお湯を沸かしてね、コーヒー飲んだりとかお茶を飲んだりとか、いやーセレブもうこのザポット持ってるだけでセレブ感っていうのがねちょっと出てくるかなという感じでございますので、ちょっと購入、まあ迷ってるっていうかね、まあいずれ将来的にはねもう買うとは思うんですけれども、まあなんせ先立つものがっていうね感じなんで、まあでも購入したらですね、道路交通情報の篠崎さんにですね、この、バルミューダザポットで入れたお湯で美味しいコーヒーをご馳走したいと思います。はい、でそんなですね今回ご紹介するのは同じバルミューダから出ている製品でございます。今回ご紹介する製品はこちら、バルミューダザトースター。はい、ということでですね、バルミューダという会社が出しているトースターを今回はご紹介したいと思いますね。トースターってパンを焼くやつですよ皆さんね。そんなもん紹介すんのかよと、ただパン焼くだけだろうと思ってらっしゃる方いると思いますが、そこが違うんです。めめということでね、ぜひ今日のお話聞いていただけたらなと思います。でそんなですね、まずはバルミューダというですね会社、一体どんな会社なのかご紹介したいと思います。ホームページからね紹介文ちょっとご紹介させていただきたいと思います。バルミューダは2003年に東京で設立されたクリエイティブとテクノロジーの会社です。クリエイティブな心で夢見た未来をテクノロジーの力で実現して人々の役に立つ、これが私たちのミッションです。現在の主力商品は家電。かつて家電は不便さを解消することで人々の役に立ってきました。しかし今私たちの生活は十分に便利になりつつあります。そして家電に求められているものも変わってきているのだと感じます。現代を生きる私たちが道具やサービスに求めているのは驚きや感動、嬉しくなるような体験なのだと思います。バルミューダは家電という道具を通して心躍るような素晴らしい体験をお届けしたいと考えている企業です。と、いやー素晴らしい信念来てますね。これ実際家電が主力ということなんですけれども、このバルミューダさんね、どんな家電出してるかというとですね、グリーンファンというですね扇風機ですね、まあファンですね、扇風機ね。であとモバイルバッテリー、携帯とかのねモバイルバッテリーとか、あとは空気清浄機に加湿器、そしてヒーターなどもね出してらっしゃるんですよ。まあ全部かっこいいんですけど、まあ、そんな中で今回ご紹介するのはバルミューダザトースターでございます。はい、トースター、パン焼き器ですよ。いいですか皆さん、先にお値段言っておきますよ。はい、このトースターおいくらかと言いますと、税別22,900円です。はい、今高いよとね思ったでしょ。高いよって今心の中で、高えよと、こんなそんなパン焼きトースターっておいみたいな、2000円とか3000円で買えるじゃないかとね思ってらっしゃるかもしれないんですけれども、今回のこのバルミューダザトースターは22,900円、税別です。まあ現在の価格なんでね、購入される時は価格変わってるかもしれないんですけども、まあなぜこのトースターこんなに高いのかっていうお話をしていきたいなとは思うんですが、まあ実際ですねこれ僕持ってます、このトースター。本当にねびっくりしますよ、今までのトースターの常識を覆されます。素晴らしいトースターです。はい、ではですねこのバルミューダザトースターの特徴もですね、ちょっとホームページの方からご紹介していきたいと思うんですけれども、バルミューダザトースターは最高の香りと食感を実現する感動のトースター、バルミューダだけのスチームテクノロジーと完璧な温度制御が最高の味を実現しましたと。トースト、チーズトースト、フランスパン、
クロワッサン、クラシックの5つのモードが用意されていますということなんですね。そうなんです、このトースター、実はですねスチームテクノロジーっていう新しい技術と温度制御っていうですね新しい技術が組み合わさってできた、もうトースターの最高峰なんです。はい、で先ほどねトーストとかチーズトーストとかフランスパンとかクロワッサンとかクラシックの5つのモードがありますよという風にねご紹介したんですけれども、これ実際僕ですね全部このパンごとに焼いてみたんですよ。そしたらね違いがものすごく明確に出ます。でトーストモードっていうのは、まあ簡単に言うと普通の食パンですね、6つ切りだったり8つ切りだったり4つ切りだったりで皆さんね食べられてる食パンあると思うんですけど、あの食パンを焼く時のことです。でこれですね、まずこのトーストってモードで焼いた時に、まあ、基本的には全部パンそうなんですけど、このトーストで焼いたパン全部そうなんですけど、外側はカリッとしていて中側はもちっとしててふわっとしてるんですよ。これどうですか、パンにおける最高の表現じゃないですか。外カリ中もちふわね、まあ略しすぎなんですけどでも外側はこうカリッとかねパリッとかしてて、で中はもちっとしててふわっとしてるっていう、まあこれがですねうまいこと全部このトースターでですね表現されるわけなんですよ。でトーストモードでも当然それできますし、チーズトーストモードっていうのがあるんですけど、チーズトーストで作るチーズトーストモードで作るチーズトースト、これねびっくりするぐらい美味しいです。今までこんなチーズトースト食べたことないっていうぐらい美味しいです。食パンにですねピザ用のチーズですね、スライスチーズとかじゃなくてピザ用のチーズをブワッとね散らしてですね、そこに軽くブラックペッパー振るんですよ。そしてこのチーズトーストモードで焼くと、まあ、チーズは当然ねトロトロに焼き上がり、少し焦げ目もついたりとかするぐらいに焼き上がるんですね。でチーズはそんな状態なんだけども、パン自体は先ほどお伝えしたように外側はカリッとしてて中側はもちっとしててふわっとしててチーズとろーりっていうですねチーズトースト、そしてそこにブラックペッパーの味がキュッとね味を引き締めてくれるっていうですね最高のチーズトーストがこれ食べられます。ぜひ皆さん試していただきたい。そしてフランスパンモードとクロワッサンモードをね、まあ、似たような感じなんでお伝えしていくと、普通ですねトースターでフランスパンとかクロワッサン焼きますよね。そしたらまずどうなるかっていうと、まあ、大体がですね普通に焼いたら まずね表面全部焦げちゃうと思うんですよ。真っ黒に焦げちゃうと思うんですけど、まあ、このトースターはバルミューダザトースターは焦げないですね。そしてフランスパンびっくりするんですけど、フランスパン普通にトースターで焼くと、まあ、全部ね水分飛んじゃうじゃないですか。水分飛んじゃうんでもう中はパサパサで外はねただ固くなってるみたいなだけじゃないですか。これが先ほど言ったような状態に仕上がるんですよ。外側がカリ、中側がもちふわ、フランスパンもね、そしてクロワッサンもそのような状態で仕上がります。はい、でクラシックっていうのはですね今までのトースターと同じように焼くことができますよと。なので冷凍物を焼いたりとかねグラタン作ったりとかそういうのもこれでできますというモードでございます。この5つのモードが用意されていて素晴らしいトースターでございます。じゃあなんでそんなにパンがカリッともちふわになるんだいということなんですけど、これがですねスチームテクノロジーと温度制御ってことなんですね。でこのトースターにはこのスチームテクノロジーと温度制御という新しい技術が搭載されていまして、まあ、こちらもですねホームページの方からちょっとご紹介させていただくと、バルミューダザトースターは調理をするときは給水口に 5cc の水を入れてくださいと。水を入れるんですね。はい、で運転が始まるとスチームが庫内に充満し、パンの表面は薄い水分の膜で覆われますと。で水分は気体よりもはるかに早く加熱されるため、パンの表面だけが軽く焼けた状態になり、パンの中の水分やバターなどの油脂分、香りをしっかり閉じ込めたまま本格的なヒーター制御ですねで焼き上げを開始するっていう形なんですね。これ最初に 5cc の水を入れることによって、でトーストモードとかねチーズトーストモードとかでこうバーンって焼き始めるじゃないですか。でそうするとその 5cc の水がまずねこのトースター内で蒸発した状態になりまして、でその水分がこうパンにまとわりつく感じになるみたいなんですね。で焼いていくという状態です。それがスチームテクノロジーというやつなんですね。で温度制御に関しては熱線ですね、熱線が
そのトースターの上と下にそれぞれ熱線があるんですけど、これがですねこうついたり消えたりとか、上だけついたりとか下だけついたりとか、まあ、両方一気についたりとか消えたりとかっていうのをねこう繰り返しながら焼いていくんですよ。なのでもう本当にそこがねあのヒーター制御ってやつなんですけど、それで焼き上げをやってくれるので焦げることもないと。まあ、当然ねやりすぎたら焦げますからね皆さんあのどんだけ焦げないからっつってもこう何分もこう回したりとかしたらダメですよ。そうですね、これ絶対焦げますから。だからその辺のこのスチームテクノロジーと温度制御っていうテクノロジーがこのトースターに入ってるんですよ。今までトースターはただグッて回したらジジジジジジチーンで焼き上がるっていうだけだったんですけれども、このねトースターね、このトースターほんとね見てても飽きないんですよ。その熱線がねついたり消えたりするから、この間の中がですねオレンジ色のね、光が点滅したりつかなかったりずっと点灯してたりとかってするんで、こういうね見てるだけでも楽しいです。はい、ぜひ皆さんもね買ったらそういうのを見ていただくといいかなと思います。で、あともう一つ注目すべきなのはデザインです。はい、あのデザインといえばですね、僕の中ではですねその昔アップルだったんですね。その昔っていうか、まあ今もアップルすごく人気だとは思うんですけれどもまあやっぱり iPhone5、5S ぐらいまでがアップルのデザインの頂点だったかなと僕の中では思ってるんですけれども、まあ、最近のねちょっと iPhone7 とかはあんまり6以降の大きさになってからの iPhone っていうのは僕はあんまりデザイン的にいいのかなっていう、いいのかなっていうか、あんまりなんかうーんっていう感じになってたんですけれどもね、それが今やですねもうデザインといえば僕の中ではバルミューダのことを指すんですね。これね、で、このトースターね、デザインも素晴らしいんですよ。まあ、この トースターというかですね、トースターに限らず、バルミューダさんが出してる商品って全部デザインかっこいいです。後ほどご紹介しますけど、サイトとかではですね、この製品を開発するに至ったストーリーとかね、いろいろ出てきてるんですけど、このトースターのストーリーとかも読んでいただくと分かるんですけど、まあ、デザインに関することとかでもね、すごい考えられて作られたということなんですね。ホームページ上にあるデザインのことで言いますと、バルミューダザトースターのデザインのテーマはですね、モダンクラシックということみたいなんですね。で、古くからある窯やヨーロッパの街並みなどから着想を得て、数千の案から選ばれたのが今現在のバルミューダザトースターのデザインになっているってことなんですね。はい、ヨーロッパとかのよくあの海外の番組とか見た時に、ヨーロッパとかにあるオーブンですね、オーブン、あの何ていうんですか、キッチンの下側についてるようなオーブンみたいな感じをトースターにしたようなデザインになってるんですね。いや、これがね今現在ブラックとグレーとホワイトっていう3色展開してるんですけど、僕はあのブラックを買ったんですけども、まあかっこいいです。はい、もうなんかね存在感抜群なんですよ。で、これ冒頭でも言ったあのバルミューダザポットってやつなんですけど、これがねまたねこのトースターとマッチングするデザインになっていて、まあこれはね物を使う使わないというよりもね、インテリアとして眺めるだけでもこの2セットを買うっていうのはねすごくいいんじゃないかなと僕は思ってます。でも使ってくださいね、このトースターめちゃくちゃ優秀なんで、うん、ぜひ使っていただきたいんですけれどもね。まあデザインもねだから素晴らしいっていう商品になっております。なのでですね、ただのトースターではなくてですね、スチームテクノロジーと温度制御、そして洗練されたデザインというですね、まあ、しっかりした要素が加わっているトースターなんでございます。で、先ほどもお伝えした通り、トースト、チーズトースト、フランスパン、クロワッサン、クラシックのね5つのモードがあるということなんで、お好きなパンをね焼いて食べることができるということで、本当に素晴らしいトースターになってますのでね、こちらの方ぜひ皆さんよかったらバルミューダザトースター、まあ、バルミューダで検索したら一発で出てくると思うんで、バルミューダとかでねインターネットで検索してみてください。もう非常に素晴らしい製品たくさんありますんでね。これね22,900円税別とお伝えしましたが、はっきり言ってあなたの人生がめちゃくちゃ豊かになると思います。パンが好きな人にとってはね、まあ、好きじゃない人にとってももしかするとこのトースターによってパンが好きになるかもしれないので、人生が一転するかもしれません。そんな人生を変えてくれる製品、22,900円、高いか安いかで言うとどっちですかね。僕は安かったです。はい、ということで、このあとはですね、このトースターのに関しての例えば使い方とかね、 お手入れの仕方とかね、その他のパンのレシピとかね、開発までの経緯などはこのバルミューダさんのホームページに載ってますから、ぜひ皆さんこちらの方もチェックしてみてください。もうレシピね、美味しそうなパンがいっぱい並んでますんでね、ぜひそういったのを参考にしてトーストしていただくといいかなと思います。はい、ということで今回ご紹介したのはバルミューダザトースターでございました。続いてはお天気情報、原田さん
原田さん、お好きなパンをお持ちいただければうちで焼いて一緒に食べましょう。